ワコブラスター、ワコ PC エンジンファンの皆さん、こんばんは。ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは208本目、ワコツです。ワコツです。エアロブラスターズをお送りします。業務用から移植されました横スクロールシューティングゲーム、こんばんは。業務用はまあエアバスターでしたけれども、家庭用に移植されるに、伴いね、名称がエアロブラスターズに変更になりました。はい、まあ、世界征服を狙う謎の軍団から、地球を守るのがね、使命でございます。黒金さん、すずさん、十万石さん、四個目さん、ゴールデンバーグさん、万次郎さん、ノーコンキードさん、森さんが一番さん、十一個目さんいらっしゃい。はい、二人同時プレイね、しかも二人同時プレイできる。十一個目さん、十三個目さんいらっしゃい。林道さん、黒金さん、ありがとうございます。今日から90年11月の発売ソフトですね。90年11月2日発売、ハドソン4メガビットヒューカード6500円、横スクロールシューティングゲーム、2人同時プレイ可能、マルチタップ対応、バックアップありません。コンティニューは回数制限、回数制限制になっております。その場コンティニュー。はい、それではいきましょう。よし、おっ、起きた。バシッ、ブラサワー、ワコツンです。2面の赤とダイモンさんです。2面の行超。はい、黄色いのがブラサー22号機。はい、スクランブル。パカパカさん、赤とダイモンさんいらっしゃい。 AD2030 年、平和な地球は最大の危機を迎えた。メガロードマスターズと名乗る者たちが突如侵略を開始しだした。彼ら MLM は自らの科学力によりその身を無機質メカで固め、地球上の有機生命体の抹殺を図ったのだ。彼らの圧倒的な攻撃力の前に各国の軍隊はなすすべもなく倒れていく。今まさに地球上の生物は絶滅の危機を迎えた。しかしまだ希望を捨てない男がいた。チャールズ K. 武田。彼はこの日が来るのを予期していたかのように大西洋の孤島へ妻と数人の友人たちと共に移り住み、ブラスターシステムの開発を進めていたのだ。ブラスターシステムとは、人間の持つ特殊な精神波を増幅させ、物質の元素を自在に操ることを可能にするシステムである。これにより物質の転移、空間の破壊と様々な超現象を可能にするのだ。そして今、ブラスターシステムを搭載した2機のスーパーマシン、ブラスター1、ブラスター2は完成した。マシンにはそれぞれ武田が特殊な訓練を受けた武田の特殊な訓練を受けた娘のホリーと息子のマイクが乗り込み、 MLM を倒すべく巨大な空母ブラスターベースを発進させた。戦いはすぐそこだ。今希望を乗せた2機のマシンは飛び出す。戦いの中、平和を求めてというのがストーリーです。バーソンさんいらっしゃい。やっこちゃんさん、ありがとうございます。はい、というわけで、マイクにね、マイクとホリーになっていくわけです。じゃあマイク行くぞ。あ、ちなみにこのマイクじゃなくてもね、一人用でもあのホリーね、ブラスター2でやればホリーを選びます。はい、黄色いホリーね。でブラスター1が、赤いマイクとなっております。はい、で2人はデュアルスクランブルとなっております。カズキューさんいらっしゃい。はい、現代派やバスター、現代やバスターですけどね、なぜかまあ判決の都合かなんか名前が変わっちゃった。メガドラ版もね、エアロブラスターズになってるから、なんか家庭用で出せないのがあるんでしょうね。なんかね、37個目さんでしょ。スクランブル。はい、クレジット5ということで5回コンティニューがね、できます。ワンボタン押しっぱなしのためます。これね、ためて、はい、今名前なんですけど、ブラスターフラッシュですね。ブラスターフラッシュ。はい、ちなみに2人同時プレイの時に同時にブラスターを、使用するとスーパーブラスターフラッシュ、タイミングをね、同時にですよ、息を2人の息をね、マイクとホリーの息を合わせて同時にやるとスーパーブラスターフラッシュ。そしてか、ブラスターメーターが最高の状態で2人とも同時に、2ボタンを押すと、ブラスターズサンダーアタック、サンダーアタック、この2人同時プレイの時は特別な、技が使えます。39個目ターでした。はい、1人の時はこのブラスターフラッシュのみですね。オート連射ですね、押しっぱなしでオート連射、連射はいりませんよ。はいはい、パワーアップがね、ばらまかれますんでね、拾わないといけない。 P が通常ショットですね。 S がこのオプション。あんまりこれランク制になってるから、パワーアップすれば敵が強くなるんでね、
あまりパワーアップしない方がいいんですよ、これ。確かね。2段階ぐらいに止めといた方が、最強状態だと、あの敵がね、硬くなって強くなってる。難易度が上がる、ランクシステムになってますんで。なんか、ちょっとパワーアップしておいてもね。あと、サブウェポンを取れば、いい。これがいい。私、この 6A 好きですよね。6A。6A 結構便利ですよ、これね。6候補ですから。気前よくばらまかれるんで、見て。ワクオツです。エアロブラスターズ先生を久しぶりです。エアロブラスター先生がね、そうそう、攻略枠の時はいたんですよ。エアロブラスター。このようにね、私これ6王国使うんで。6王国を私はずっと使っていきます。はい。一部他の使いますけど。基本私はこれが好きですね。はい。エアロブラスターズ先生。腕落ちているのか。ブラスターお上からなんだクロセット、うわーうわ、町が壊滅してしまった、なんてことだ。おのれ、俺たちのふるさと、なんてやつだ、なんて火力だよ。これが MLM の力だとか、 MLM 恐るべし、なんてひどいこと、MLM 恐るべしだぜ。 MLM 許さんぞ、 MLM 許さん。このね、MLM の巨大な、ね、戦闘兵器、これが人類を、よっしゃ、敵は取ったぞ、みんな。猫じゃらしさんいらっしゃい。でんフェイドワン MLM、メガロード、なんだっけ、ワクオツです。早けんさん、メガロードマスターズだっけ。メガロードマスターズと名乗る、集団ですね。はい、さあ、2面。2面は確か行名と違うんですよね、BGM はね。これオリジナル、PC エンジン版だけどオリジナルとかいう話。あ、3面だっけ ?2 面だっけ ?2 面だよね。でんて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 ん。2面ですよ、2面オリジナルですよね。てんてん、2面はね、見どころはこの、これから始まる高速スクロールステージですね。バンパーでね、便利なアイテムが出てきます。てんてんてん、さあどんどん、ああ始まりますよ、バンパーね、 B を取るなど、バンパー前にバンパーがついて57個目になっちゃう。ねえ、これはスピードガン、あぶない、プライスター、ああプライスター落ちたと思ったら、たまにあんな、たあの分かりやすい球に当たった、しまった、プライスター先生落ちてしまった。途中ドルが落ちてるんで、ドルは突然ですね。ブラスター、ブラスター先生、ブラスターでやろうと思ったらその前に死んでしまった。バンパーなくても大丈夫だ、バンパーなくても壁に当たらないように、バンパーあったら安心ですけどね。ブラスター先生割ってしまった。コメントで気を切らせてすみません、わら。ブラスター、フラッシュ、ブラスター、フラッシュ。ただブラザーフラッシュ連続で使えませんからね、充電期間がいますんで、息を整えるまでの充電期間があります。ブラスターフラッシュ、ブラスターフラッシュ、グラディウスあたりにも欲しいバンパー。そうですね、グラディウスあたりも欲しいですね、バンパーで。ブラスターフラッシュ、ソフト版の2面派パーカッションやハイハット多様だったので PC エンジンでは再現できなかったかと思われ、あ、それでね、でもこのオリジナル曲もかっこいいですね。ブラスターフラッシュ、気持ちいい、ブラスターフラッシュ。ブラスターフラッシュ、ね、P を取らないのはランク調整ですか。そうです、今は、まあ、PP いきませんけど、 P は 2つだっけ、2つか3つにしといた方がいいっていう話ですよ。まあこの枠でスクロールより早く流れる爆炎、よいしょ、フラッシュクリアまではいけないと思うんで、別に調整しなくていいと思うんですけどまあ柔らかい方がいいから、ね、あ、しまった、バンパー取り損ねた、バンパー取り損ねた、また取り損ねた、早い、フラッシュ、うー、早い、おいちゃんの目にはついていけないよ、うー、
あれもついて出る、さすがブラスター先生、さすがヤローブラスター先生、バンパーなしでもなんてことなかった。あ、まあこれでいいや。さあ出た二面ボス、アンモナイトクラッシュ、うまいな。ブラスターフラッシュ、ブラスターフラッシュ、ブラザーフラッシュ、 あれ誘導ミサイル消えないんだ、ブラザーフラッシュで、おらーおらー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 、よいしょ、よし二面ボスを倒したぞ。はい、どんどんね、場面が今度はステージ3、成層圏、だから宇宙に行きます。ブラザーフラッシュはね、まあまあ玉消しで活躍しますよ。弾が多いときはもう弾消せますから、パチパチパチ、ありがとうです、ね、この体重スクロールがいいですね、本当に雲の中を飛んでるみたいだ。でででで、実は硬いんですよね、この戦闘機が。ここに答えありますね。ここはね、ドッグファイトバックを取って、バックを取られ、取り取られ。斜めってありそうでなかなかないですね。あ、そうですね。これ斜めに上昇していきますね。ここね。はい。全然いきなり出てくるからね。高得点。高得点。あげる。戻ってきた。ブラスターフラッシュ。危ない危ない。危なかった。下から行く。もちろん。もちろん。よし、あ、しまった、パップ取れちゃった。もちろん、もちろん、まだ来る、しぶたい、よし、よし、何機出てくるんだ、しぶといやつらだ、よし、よし、もちろん、よいしょ、よいしょ、よいしょ。さあ宇宙にいたらね、あの感性がつきますからね、ふわふわと。さあでかいザブ、ザブ君来ました。クソバクテリア軍からも技術影響を受けてるな。あ、じゃあ、あー、こいこいと毎回やられる。ヘビがまだね、ヘビがサイドアームにも出てきた。追い返せ、ガガ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 、あー、しまった、突っ込まれた。はい、コンティニューです。コンティニューはなんとそのままコンティニュー、嬉しいですね。しぶどい、よし、これでその場コンティニュー、その場復活なんでね、いいですね。じゃあ出ました、たまごち。はい、これはね、これはもっとと出ました。はい、いいのか悪いのか見てください。これはね、倒しちゃいけないんです、あの砲台を倒さない、ね、なんとこれはブラスター先生になる、これです。あのね、砲台壊すと本気出しますから、ね、本気出させない、本気出せないね、こんな単、ね、このこれだとこの単純な攻撃になりますから、ね、ね、見てください、ね、もう簡単に受けられる攻撃ばっかりですから、ね、こんな攻撃が当たるブラスター1じゃない、ね、さすが先生、さすが、唐揚げ一つ残し作戦、ね、殻は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 ね、取らない、
栄養がありますからね。殻を取らないとこのようにこのように簡単ですからね。これ殻取ると本気出してね、あの強烈な攻撃放ってきますからね。栄養満点の殻を残す。はい、ね、はい、オッケー。さあいよいよ宇宙に向かいます。てれっ、衛星軌道。こっからね、時期に感性がねやってきます。ちょっとね、ふわふわっとアウトオブグラビティ。ここはちょっと操作癖がありますね。テランテ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 ランテンテランテ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 ランテン。やばい。テランテ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 ン。またダブができた。最初からの桁が結構多いですね、これね。最低でも1万点いきますもんね。一日を走るような操作が求められます。そうです。ここはね、実際やってもらわないとわからないかもしれないですけどね、ここはきついですね。やめろ。そうですね、 PCNG だとスターパロジャーとかね、もうシューティングゲームね、ネクスターも作ってくれました。結構 PCNG のねいっぱいありますね。あー、しまった、当たった。ちょっと一番下に引っ掛けたね。うわー、ここがひどい。6方向失っちゃったのがひどい。うわー、ここが、ここ下でかわしてたような気がするんだよね。こうなったら上でかわすしかない。ちょっと、うわー、パワーアップ取りに行ったのが間違いだった。はい、いらっしゃい。ジュデさんいらっしゃい。ここ早いな、球がね。あ、出た。モビルスーツタイプの、これハンマーだっけね。ハンマーファイヤーね。くる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 、ファイヤー、はい、これね、かな。くる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 、ファイヤー、はい、くる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 、ファイヤー、くる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 ね。で、ここでね、はい、あー、あたたたたた。いやあとね、左いると当たらないんで、当たらないんで、おいおい、はい、打ち放題、打ち放題ね。はいはいはい、はい、くるりんぱ、はい、くるりんぱ、くる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 、はい、くるりんぱ、くる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 、はい、くるりんぱ。子供たちや、子供たちや、ね、子供たちも、はいよー。はい、高さん。さあ次、ごめん。MLM の要塞惑星外壁に到着。斜め下へのスクロール。フェイドハイファイブザボーダーライン。ラックスさん、こんばんは。マッキーさんです。ボーダーライン来ました。ボーダーライン突入。いけないボーダーライン。やべえ、あっ。エアバスターだ。デンデンエアバスター。デロデン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 。敵の攻撃もね、
激しくなってきます、ここからね、また。あ、ここはね、点滅のボスが出こないんですね、点滅の。点滅するのがね。でん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 。でげてんで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 ん。でんでんでん。ここは、こういった赤倒したら全部、全部。わこっちです。よいしょ、オッケー。はい、いらっしゃい。でん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 。背景頑張ってるな。背景ね、すごく頑張ってる。わ、出た。ここはもうガニキガニキブラスターフラッシュ。わ、ガニキガニキガニキ目の力。よいしょ、危なかった。もう弾はそこまでしっかり見てね、もうしっかり見て。でん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 。うわー、来たぞ、突っ込んできた。うわー、なんてこった、ブラスター先生やられた。あー、さあ、そのコンテージで助かった。あー、ちょっと痛い、痛い、痛い、なかなか感性がつくから。あ、もうね、後ろで、このしっかり。あー、ここブラスターフラッシュって書いてあった。横横さんいらっしゃい。出るんでん。うわー、ここは右花火地帯までいけるかな。ブラスターフラッシュ、この場復活がつらいゲーム。でんでんでん。いや、これも戻されてもね。これはこれでいいかもしんない。でん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 。わこ、はい、よし。あ、カニックスだ、カニックス。プラスターフラッシュ。あー、しまった、これはちょっと微妙な操作できなかった。どうしたのね、怖い。花火地帯まで行ったかな。ほんで眩しいんでね、非常に眩しいですよ、これは。Rしか取れなかった。来ました。このね、花火地帯は怖いですよ。まだ花火じゃないですね。これが花火師です。花火ロボ。いや、来た、この点滅だね。どん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 弾を打ってきますから。弾やーね、眩しい。うわー、この真っ赤なこのね、和骨です。このヒット音が好きです。ね、このヒット音いいですね。上、また上から降ってきますからね、これね。あのファンタジーゾーンのやつも思い出しますし、ね。うわ、弾が、弾が、あー、弾が、あー、これか。うわー、ここは今ならね、ちょっとバブしないようにされるでしょうけどね。まだ、まだ、しぶとい。土台は大したことなかった。さあ、いよいよ最終面、最終目標、要塞惑星の内部に突入。ここはね、電流イライラ棒ですね。イライラ棒ステージ、イライラ棒ができるかな。イライラ棒ステージ、デスサーカス、デスサーカス。よし、まあね、ほんとね、感性がつく中、もうね、電流イライラ棒しないといけないですよね。互角ステージですよね。いまだにアケバンのエアバスターのサントラは手放せない。名曲ぞろい。
サムさん何やってるんですか。ドリオサムさんが出た。まあまあここら辺は16時ですよね。あ、ここ R があったらよかったんだ。 R があったら確か、あ、ここ R で行ってた。 R でブラスター、フラッシュ、ブラスターフラッシュ。はっきり言ってアーケード版より難しいライラ棒。あ、そうなんだ。ブラスターフラッシュ。あー、よかった。このイライラ棒、ね、うわー、ここで抜けたかったけどゲームオーバーといったところでね、もうやりごたえのあるシューティングゲームですんで、まあ裏技でねクレジット数増やすことができますんでね、ちなさんありがとうございます。クレジット増やせば誰でもね、クリアできるんじゃないですか。クレ 9あたりまで増やせるんじゃなかったかな。確かに腕に自信のある方はさらに裏技でハードモードもあります。敵がね硬くなったハードモードとかもありますんでね、はい、この倍の硬さになってるっていう話ですからね、倍だったかな、とにかく硬くなってる。駿河屋さんでは完品5360円、負けプレ3160円、箱切な1500円、やりごたえがありますんでね、もう裏技扱いでなくてねオプションモードで良かったと思うんですけどね。この頃まだ PC エンジンもまだまだオプションモードねついてるゲームが少なかったんで、裏技がの方が多かったんですよね。あ、ちょっと高くなってますね。まあ、すぐ元取れると思います。すぐ取れます。これもね、難しいゲームなんで。すぐ取れますね。はい。自力でクリアしようと思ったりしたりね。ワンコインクリアしようと思ったらもうね、あっという間に、元が取れると思います。はい、持ってる持ってた人は一番。私も両方持ってますけどもね、どっちかといえばエンジン版の方がいいですね。はい。ウガドラ版の方がいい ところもありますけれどもね、石エンジン版の方が私は好きですね。はい、はい、前回はなんとやっぱりねシューティング、ゲーム知名度がね、あの知名度じゃ所持率がロードあるんですよね。相当詰めてるのか。はい、前回 22.6% でした。今回はもうシューティング好きの方は絶対にねゲットしてみてはいかがでしょうか。これマストバイですね。結果表どこどこ、あ、あと2人同時プレイね可能なのも ポイント高いですよね。2人同時プレイ可能なシューティングゲームでそこまでね多くないんでね。ちなさんにしよう。結果表どこどこどこ、お、増えてる。高いからちょっとこれどうか微妙かなと思ったけど 30% 超えてる。 35.3% に増えてます。てってー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 パパパパーン。シューティングゲームはやっぱり多いですね。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。今日はエアロブラスターズをお送りしました。明日のマラソン枠は、あ、明日はあれですね、あの王子がやってきます。あのニックキ王子がやってきます。お楽しみに。はい、昔カメレオンクラブに売っちゃったんだよな。売っちゃったね、もったいないね。おい、おでした、おつでした、おつでした、おつです、おつです、広い王子、お、おつでした、はい、おでした、おつでした、おでした、おつでした。どんな王子かな、広いですかね、あの王子ですよ、おつでした、おつでした、はい、おでした、広いか、脈王子かな、おつでした、はい、賢さに、おつ、おつです。